それでは対戦メンバー、うちから順にご紹介していきます。まず1番が京都の河村浩二です。2番徳島室井健一、3番三重神田亮、4番福岡吉本拓司、5番熊本郷志正臣、6番大阪松村智和、そして7番香川原智弘、以上7名で争います。最終順レース S 級初日特選競争です。普段ですとミッドナイト戦のために作られた照明灯にこの時間早くも火が灯っています。おそらく日中の開催で照明灯火が灯ったのはこれが最初ということになりそうです。非常に貴重なシーンの中で争われるこの最終順レース、直前人気合い割れていましたが、直前で人気を集めたのは3番車神田と7番車原、ラインを組む2人がここは折り返しての人気になります。最終順レース、まずは内から1番の川村と2番の室井が並んで、最内1番の川村浩二が前に出ました。川村浩二が誘導によって2番の室井健一2番手に控えます。3番神田亮その後ろから控えて7番の原智弘が4番手、ここで6番の松村智和番手を上げて、後方には九州勢4番の吉本拓司に5番の郷島正臣最後方です。1周目バックラインを通過して前を取り切ったのは1番の川村浩二、6番の松村智和がゆっくりと前を伺います。3番の神田亮がこの体勢ですとどうやら中断、後ろには四国コンビが連携をする構えです。九州勢終始後方待機で4コーナー回っていきます。まもなく周回は2周目、さあようやく3番車神田中段に収まる。この流れから6番の松村智和が2番手へと上がります。隊列を整理しながら1コーナーカーブへと向かいます。まず前を取ったのは1番の川村浩二、直前の四日市戦では連日番手で競られる展開で不本意な結果に終わっていました。ただ最終日の一般戦では自力勝負、しっかりと結果を出しています。当然ここは自力戦、進化を発揮したい一戦、マーク6番の松村がつけて近畿コンビが前段です。そして構成上は中部短期でした3番車神田亮に四国コンビが前を預ける形、番手7番の原智弘、2番の室井健一がラインを追走しています。後ろ攻めが4番の吉本拓司、近況は予選中心の構想でリズムを上げていますが、当地はもともと高愛称の舞台でもあります4番の吉本拓司、マークは実力者5番の郷島正臣、九州コンビは後ろ攻めになっています。前から2対3対2と展開分かれて残り3周1コーナー回ります。少しにわかに雨の勢いが激しくなってきたか名古屋競輪場、雨の音も少しマイクに拾うような状況になってきました。2コーナー回って間もなく2周半です。1番の川村浩二が先頭、マーク6番の松村、そして3番手3番の神田亮、四国勢の援護でラインに休みがあるのは好材料です3番の神田亮、マーク7番の原智弘に2番の室井健一がつけています。さあ4コーナー先に動いたのは九州勢4番の吉本が仕掛けていく、間もなくレースは残り2周を切ります。さあ吉本拓司が一旦中断で息を入れて 1コーナー手前からさらに前を伺います。さあジャンマイ1コーナー、ここで前に出た4番の吉本、河村浩二はこれを生かして中断ですが、早くも3番車神田がスパート、2コーナーからバック。さあ吉本も応戦しますが、ハイペース一気に叩いたのは3番車神田亮です。四国2人を連れて神田亮の逃げ、早くも河村のスパート、先頭神田亮、番手7番の原智弘、追い上げた河村ですが現在4番手並走、長段がもつれてレースは最終周回、外並走から河村が前段に迫っていく、番手原の牽制を乗り越えて河村浩二が一気に巻き返す。1コーナーから2コーナー出るか1番の河村、しかし神田亮も抵抗、両者もがき合って2コーナーからバック。さあ両者眼光状態の中で神田が踏ん張る、懸命に食い下がる河村浩二、バックを通過。さあ後方から今度は吉本拓司がまくり上げるが、振り切った神田亮、好展開は原智弘、3番手室井健一、4コーナー回った。さあ先頭奮闘神田亮ですが、さあちょっともつれる展開、神田亮踏ん張るが間5番車郷島正臣追い込み、外から2番の室井健一、最後はゴール寸前混戦がありました。粘り込んだ神田亮でしたが、最後は追い込み勢殺到、3番手からの強襲は2番の室井健一、間突っ込んだのは5番の郷島正臣、神田亮も最後踏ん張っていましたが、ちょっと4コーナーあたりでのアクシデントか、最後はゴール過ぎたところでカラカラというタイヤの音も鳴っていましたが、少し4コーナー出口あたりでアクセントがあったか、最後は3番手から追い込んだ2番の室井圭一が直線抜け出した模様、コースを突っ込んだ5番の郷島正臣が2着体制有利。お知らせします。ただいま赤旗が掲示されました。しばらくお待ちください。
ただいま放送を行いました通り、この競争は4コーナー審判と赤ランプ点灯、この後審議が行われます。このレースは審議対象、審議対象選手などはこの後の発表をお待ちいただきたいと思いますが、ゴール通過順は一応の通過順、1着2番の室井健一、3番手からの追い込み、2着はコースを終わった5番の郷島正臣、その後3着争いは外7番の原智弘、内いっぱい3番神田亮も粘っていました。3着争いがゴール前接戦、なお4コーナー審判と赤ランプ点灯、この後はレース審議が行われることになります。審議対象選手の発表などはこの後の審判放送をお待ちいただきたいと思います。レースの決定まではしばらくお待ちください。今残り2周赤番を通過、さあ誘導が外れまして、松岡と木戸少し踏み合った形、さあ誘導が外れたのを確認して松岡達弘番手を下げた。これで木戸敏行が突っ張って先行策です。さあもう一度松岡達弘巻き返せるかどうか。2コーナーからバック、前は木戸敏行ペースがけ、スローな流れです。打賞が入って4番車木戸が先頭、マーク木村隆弘、3番手森安隆之、4番手も中澤英二がつけています。さあこのまま少しペースを上げた木戸敏行、このままかける、まくりにかける5番車松岡達弘、逆転なるか。レースは最終周回に入ります。さあここでさらにピッチが上がる、木戸敏行突っ張って先行だ。2番手1番の木村、3番手森安、がっちりと中四国勢がスクラム、4番手車間が空いて2番の中澤、さらに車間が空いた5番の松岡、5番手からまくれるのか。最終バックを通過して、さあようやく松岡仕掛けて3番手から2番手、さあ先頭木戸張っていく木村隆弘ですが、かわせるか松岡、切り替えて小岩が攻める。4コーナーから直線、さあ先頭踏ん張った木戸ですが、外目5番車松岡が捉え切りました。切り替えた1番の木村が2着か。阻みながら東谷翔太も前に踏み込んでくるか。さあ赤番ホーム駆け引きの中で一旦田尾俊介が突っ張った。さあ田尾が眉毛から少しペースを上げた。これで東谷翔太サイド中断、一旦外並走の脇本勇樹仕掛けを控えていますが、さあここで相対インを救ったのは5番車東谷、東谷の奇襲、それに反応して脇本勇樹が一気に抑えていきました。さあ脇本がしっかりと抑え切った。東谷はあくまでも中段、ここは4番手にサイド下げて、今度は6番車田尾が追い上げる。田尾が追い上げて、ここは中段狙いか。さあ中段がもつれて間もなく最終周回、ここでピッチ上がって脇本勇樹が逃げます。脇本の先行ですが、中段の競り合いは東谷翔太か。あっと田尾俊介が来た、巻き込まれた1番中丸も来た。競争5名と変わって2コーナーからバック、逃げるのは2番車脇本、2番手4番の藤田雅也、3番手篠宮哲郎、がっちりと近畿勢がスクラム、4番手は5番の東谷翔太に、後ろ3番の戸瀬が切り替えています。競争は5名、先頭脇本、番手藤田、後ろからどうか。東谷はまだ4番手、4コーナーから直線、粘る2番の脇本行きから好展開。4番車藤田雅也が悠然と追い込んでいます。2着争いは横一線、わずか2番の脇本か。さあ赤番ホームを過ぎたところで、まず工藤が前に出ました。流れに乗って長い球を踏み切り替えていく。前受け山口は番手を下げて、ジャンマ 1,2 コーナースローな流れ、工藤が一旦流し気味、中段を抑えながら山口敦也と長い球を踏み、この2人が少し中段で見合っています。2コーナーからバックスローな流れになっています。さあ工藤が少し踏み上げるか。ここで外並走長い球を踏みがいった。長井がジャンで抑えていきました。さあジャンで抑えて中部の3人ができていきます。長井がペースを作って、工藤文彦が中段の4番手、山口敦也は後方6番手で、まもなく最終ホーム。さあ徐々にペースを上げていく長井清文、スローを見切って山口敦也がホームから強行策、一気に巻き返す。さあ巻き返した山口敦也、どこまで上がれるか。3番手から2番手張っていく伊藤正樹、2コーナーからバック。さあ巻き返した山口ですが、現在は3番手並走です。先頭は1番車長井清文、番手4番の伊藤正樹、懸命に追い上げる5番の山口敦也、ここで前を捉えに行くよ。あとはどうでしょう、後ろから
から2番車工藤文彦の大まくり、4コーナーから直線出切ったのは5番車山口敦也、山口先頭切り替えた伊藤正樹、しかし山口敦也先頭ゴール。あとは4コーナー立ち上がって今残り2周、赤番のホーム動いた九州勢6番の小川健人がどうやら前へと上がっていきます。さあ誘導が外れてまず小川健人前を抑えていった加藤、すんなりと番手を下げまして九州の3人が出切っていきます。さあ短期戦の武田はやはり切り替えるか、武田切り替えて4番手、加藤幹事は悠然と送り出して前から5番手。さあ打賞が入ってスローペース、6番の小川健人がペースを作ります。加藤幹事の強行あるかどうか、まだじっくりと5番手、ややペースが流れて2センターから4コーナーです。どうやら小川健人このままペースがけ、2番手2番の松尾通る、まだスローなペースでレースは最終周回、ここでピッチが上がってここは決意を固めた6番の小川健人の先行です。さあ赤番からかけている6番の小川、このままピッチ上げて1コーナーから2コーナーマーク、2番の松尾、3番手4番の大竹、2コーナーからバック加藤幹事はまだ5番手です。最終バック縦1本で通過、小川健人が逃げる、番手松尾通る、ようやく加藤が踏み込んでくるが前はペースがけ、さあ加藤も強烈な勢い、3番手から2番手急追だ、4コーナーから直線振って2番の松尾通る、流れて1番の加藤も迫ってくるが、さあ先どうか1番の加藤が捉え切った、加藤幹事です。後方少し展開動きがありますが、まもなくレースは残り2周、赤番を通過、佐々木恵里香現在は5番手の並走、1番車吉岡栞里を一旦抑えています。打賞前の攻防、1コーナーから2コーナー回ります。さあ吉岡がここは内詰まり警戒、番手を下げて一旦6番手、後方で立て直す格好になります。2番手で車間を切ったのは6番車宮地、吉岡栞里は後方の6番手です。さあ誘導が今外れて4番車野崎が短期先頭、2車身から3車身少し口を開けた6番の宮地ねね、一方吉岡栞里はまだ6番手、吉岡を終始つけているのは3番車白井美佐子、4コーナー回ってかなりスローなペース、今度は内をついた5番の佐々木恵里が上がった。さあ佐々木恵里がインを作っていく、その後乗っていく1番の吉岡ですが、今度は4番車野崎がここに絡んでいる、宮地ねねが現在6番手ですがちょっと展開混戦状態、ここで外を踏んだのはルーキー4番車野崎奈美です。さあ吉岡完全に人詰まり、2コーナーからバック前に出たのは4番車野崎、後ろから7番の山本、6番の宮地、あいつで仕掛け合っていく、ようやく吉岡も外から切り抜けて最終3コーナー踏み合ったのは山本智香、宮地ねね、後ろからようやく吉岡が上がって終始追走3番の白井美佐子、4コーナー回った大外から1番の吉岡一気に抜け出した、吉岡しおり先頭でゴール、2着は3番の白井です。体勢変わらず今残り2周、赤番のホームを通過です。さあこの体勢から後続の動きはどうでしょうか、前で待つのが人気の7番車日がまりよ、実績に勝るのはこの人、ただ機動力最上位の2番車下城美優、ここは落ち着いていきたいところ、2コーナーからバックへ入ります、少し車間を切ったのはその2番車下城、後方からの動きはどうか、6番手から那須萌美が先に動きますが、これを合わせて2番の下城美優ゆっくりと動いていった、さあそのバークを5番車那須が追い上げていった、さあ先頭2番の下城に変わりますが、今度は那須と前受け比嘉が飛びついて2番手争いも連れていきます。さあ下城がここでペースを流して2番手以下は渋滞の格好、内に7番の比嘉、外に5番の那須、どうやらマーク争いです。
1コーナーから2コーナー、さあペースを上げて2番の下城美優が逃げます。さあ2番手争いはどうか、内が7番の日が絡んでいく5番の那須、2コーナーからバックへ入ってまだ2番手はもつれています。その後は6番の日野由紀が潜り込んで最終3コーナーカーブ、さあピッチ上がっていきます。後がかりの先行で下城美優、これはマイペース。2番手競り合いは7番の日がもぎ取った、4コーナーから直線。さあ下城美優踏ん張っていきますが、もぎ取った7番の日がマリオが追い込んで並んでゴール、最後は一騎打ち。さあその中部勢が動いて今残り2周赤間を通過していきます。前行け3番車中野に対してまず抑えたのは6番車藤井純也、切り替えた1番の宇根吉友が仕掛け気味上がっていきます。叩かれた中野が車を下げてジャン前2コーナーからバック、今度は1番車宇根吉の反撃、宇根吉を前に出して6番車藤井が番手を下げた、今度は3番車中野幸弾みをつけて一気に仕掛けます。さあ打掌が入って一気に仕掛ける3番車中野幸、しかし前で宇根吉が応戦、ピッチが上がっています。ハイペースの流れ、宇根吉友が突っ張ってマーク7番の広川、追い上げる中野幸が2番手に迫っていきますが、最終ホームもがき合い、さあここは激しいもがき合いになった、宇根吉と中野、中野も前段に迫っていきますが宇根吉が終始突っ張っている、2コーナーからバック、さあ前はもがき合い、この流れを見切って6番車藤井純也の反撃だ。さあ先頭は1番の宇根吉と3番中野、まだやり合っているが、これを一気にまくり捉える6番の藤井純也です。後ろは地元清水博之、中部の2人が抜け出した。4コーナーから直線、さあここは福平中部勢の一撃、6番の藤井純也先頭を押し切った、2着2番の清水、あとは猛追5番中川勝田が切り替えての追い込みでした。赤番形状を確認して1番の下井龍がゆっくりと上昇、しかし中段で4番車松田が合わせた、中段からまず松田が前に抑えていった、ゆっくりと外並走ながら下井龍悠然と前を伺う構えでジャン前2コーナーからバック、さあ前で4番の松田が待っている、下井龍は現在3番手並走、内に3番の日浅が絡んでいます。さあ打掌を合図に下井龍が踏み込んでいきますが、前で松田が応戦、ピッチが上がります。さあペースは上がっていきますが、下井龍が強引に抑えていく、マークは懸命に三浦が食い下がっていきますが、3番手1丸が離れて、これで4番車松田が3番手にはまった、3番車日浅が5番手、1丸が現在最高方回り、2コーナーからバックへ入って、さあペース上がった1番の下井龍、3番手松田もちょっと離れてしまいました。さあ後続に5車身差、完全に前の2人が抜けている、1番の下井にマーク、5番の三浦、3番手4番の松田は離れているが、後ろから2番の竹内が切り替えて追い込んでくる。さあ前の2人で争いだ、下井龍三浦俊樹、4コーナーから直線、しかし下井龍が踏ん張った、下井先頭を振り切ってゴール、2着5番の三浦、3着は2番の竹内が最後は追い込んでいます。レースは今残り2周を切っていきます。赤番のホーム、さあ前受け7番の村上にまずプレッシャーをかけたのは6番車佐野、一旦前に出て近畿勢がまず主導権取り、1番の川口が切り替えて中段中段の立ち回り、すんなりと村上はこれを前にやって後方の5番手早くも立て直します。2コーナーからバック、ここもスローな流れ、6番の佐野が先頭、1番の川口が中段、村上龍馬は5番手、打掌が入ってまだスローな流れ、まずは引きつける6番の佐野博次、川口清少はあくまでも中段の流れになっています。村上龍馬まだ後方でじっくりためを作るか、しかし前段スローを見切って7番の村上一気に巻き返す、大外ぶん回して7番の村上一気に叩いて出るか、佐野博次がここで
突っ張っていきますが村上龍馬が叩いていく。マークは2番の中石、広島コンビが抜け出しました。石山が離れて飛びついた佐野が3番手にはまっているが、ややここで口が開いて最終バックを通過していきます。さあ広島勢飛び出した。村上龍馬に続く2番中石、離れる6番の佐野広次、後ろは混戦状態、3番の梶原、1番の川口、4番手もつれて4コーナー回ります。さあ先頭は7番の村上龍馬、番手中石ですが村上が振り切っています。3着争いはどうか、6番の佐野が踏ん張ったか。4コーナー立ち上がって今残り2周、赤番のホームです。さあここは一つの勝負どころ、まず動いた6番の清水が前に出ています。さあ清水がここで前に上がって南連を抑えていく。南は番手を下げて前後布陣が入れ替わります。前段に西勢が流れ込んでジャン前2コーナーからバック、当然ここは一旦ペースを流し気味、清水和之は後続の動きを引きつけます。スローペースでジャンを迎えます。前は6番の清水、ペースを作りながらという感じでジャンの3コーナー、しかしタイミングを図った南連、ここからやや踏み上げてくるか。さあ清水がちょっと内を見る格好ですが、南連は結局4番手のままここはまくりにかける展開です。徐々にペースが上がって最終ホーム、このまま縦1本かけるのは6番車清水和之です。清水が逃げて番手3番の高島、西の3人がっちりとスクラムですが、4番手からまくりにかける5番車南、2コーナーからバック仕掛けていきます。さあようやく南が踏み込んで3番手から2番手前段に迫りますが、この勢いはどうか。先頭清水もかかっている、まくり上げる南ですが、ここは高島が阻んだ、浮いた南へ交代、4コーナーから直線、先頭6番の清水和之、番手高島ですが清水踏ん張った、清水和之5人押し切っています。ラインの3車、最後は西の3人上位独占です。早くも2列並走、軌道型の2人が前で並んでいきます。内に下岡翔也を抑えながら、さあ赤番前を切った1番の下沖、すんなりと九州勢が前に出ています。打掌前の攻防へと移って下沖が前に出てスローペースを作る。 下岡翔也は一旦番手を下げてジャン前2コーナーからバック、まず九州勢がペースを作りますが、かなりスローな流れになっています。ようやく2コーナーを立ち上がって間もなくバック打掌、下沖浩二がスローペースを作ります。下岡翔也はまだじっくりと構えている。両者が見合った形でスプリント戦の格好か。下木浩二が少し車を外に出しながら後続の動きを引きつけます。4コーナー回ってここで下岡仕掛けるか。さあ下岡仕掛けて下木浩二も突っ張るか。しかしここは出足勝負、一気の切れ味、6番の下岡ここで前に出て叩いていきました。さあ三重コンビが一気に飛び出した。1コーナーから2コーナーカーブ、3番手組橋は離れて飛びついた下木が3番手、2コーナーからバックへ入ります。さあ逃げるのは6番車下岡、かまし先行、2番手2番の伊藤でバックを通過、3コーナー差を詰める1番の下木、果たして逆転なるかどうか。ようやく行き足がかかり出して前に迫る先頭6番下岡、4コーナーから直線、下木が外から踏み込んでくるが下岡翔也が粘って5人、間から4番の国武の追い込み、